はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の椎根翔です。本日はですね、弊社のドライバーさん、新規のドライバーさんがですね、現場での、実地訓練ということで、運転していただいてですね、配達先を探す訓練をしましたということで、ドライバーさんにですね、インタビューをしております。本日気づいたことをですね、はい、お願いいたします。はい、まあ気づいたことを、はい、まあ、車乗ってて、はい、なんかハザードだったりなんなり、はい、うまく使ったりとか、はい、しなきゃいけなかったりとかするのも、まあ一工夫あったりとかして、ちょっと面白いなと思ったし、うん、住所とかも、はい、なんか普段何気なく、まあ、住所使うとかそういう場面あんまないですけど、うん、住所何気なく、こう今日探してみて思ったんですけど、うん、いつも何気ないのがなんかちゃんと、うん、まあ、まあある程度決められた位置にあったりとかするのが、今日気づいたところですかね。そうですね、実際に探してみて、うん、そうですね、はい、なんか意外と気づかないことって世の中たくさんあったりする感じですね、はい、そうですね、はい、ということで、次のインタビューはまた次回ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。